おい、加藤。加藤、嘘つきやないか。ガッツ噛まれてるぞ、今、これ。ひっくり返って、痛い。ひっくり返って、振ったら、ギュって噛むがやけど。力を。プリプリの。今日バス。今日バスやない。今日ヤモリ。プリプリの今日ヤモリで。かわいい。まあまあでかい。どこもすが。握ったらね、固まるって言った。それトカゲの話じゃない。でもね、ひっくり返して振ったらね、おとなしくなるって、あの、加藤先生が言いよった。痛い、噛まれた。おい、加藤。加藤、嘘つきやないか。ガッツ噛まれてるぞ、今、これ。ひっくり返って、痛い、ひっくり返って振ったら、ギュンって噛むがやけど。力を。痛い、やらないかんで。ほら、痛いがやけど。肉をちょびっとだけ噛んで、痛いがや。引っ張っちゅ、引っ張っちゅ。痛い、痛い、はい、もう痛い。こう、いくで、もう一回言うで。こういうトカゲとかヤモリは、うん、今まで味わったことのないことをされると、死んだふりをする。で、ひっくり返して、振る。振るろ、うん、ほんなら、痛い。噛まれる気。ほら。噛まれた。怖い。加藤先生がこれで、ね、寝るって言おったのに。ママも来てね。噛まれた。じゃあ、持ちますか？噛む気嫌だ。いや、うんこしてる。噛まれた上にうんこされました。じゃあ逃がしますまだ感じる。噛みついちゃう。うんちもしてるで。噛みうんち。これがあの俗に言う噛みうんちってやつだよね。あ、けどおとなしくなったやん。加藤先生の言う通り。ただ感じるけど。死んだ海なん何もできない。あ、ちょっと待って、今ギュってさらに噛んだらやけど力シワがいじったき噛んで離さないけども。離してあげて。シワが逃げた。あ、離してくれた。怖い。うん、来た。はい、これがヤモリのうんちです。やかましい。くそひや。うん、ここ触るで。変なのがありますね、今。デカグモ。プリプリの巨グモ。けどよ、うん、部屋の中におったあのくんよりもめっちゃちっちゃい。そうやね、家に出るやつもっとでかいね。こいつけどこんな川の汚れ何しようね。落ちたら溺れるんね。アメンボになる。プリプリの巨グモ。はい、ふみり、これは何ですか？カタツムリ。カタツムリを見つけましたよ。さて、いいよ、捕まえて。落とすぞ。落とす。行くで。わー、行け、捕まえて捕まえて。捕まえてんの？貝をつまみやこ。何しようか。あ、しよう。こうよ、はい、安全のところに。あ、ないと。さらしていい。うん。殻が抜いたらもうなめくじよ。なめくじとは違うで、角があるもんだってほら。うん。でもこれをツンツンってやったら、あ、入ってきる。カメラ向けて。さらして。ツン。さらして。もっと久々に触ったけど、あ、こうやってすぐ引っ込むかと思ったら、なかなか引っ込まんないね。なめくじみたい。くっちく、うん、見えてるぞ。はい、しカタツムリの足を見てみて。こっち見して、カメラに見して。カタツムリの中身が出てこんなった。引っ込んでしもた。置いてみろ。置いてみろ。出てこい、出てこい、出てこい。葉っぱ、大好物の葉っぱはどうかな。食べに来るかも。ここが家の中。この貝すごい綺麗やね。うん、模様が。模様が渦巻き。ああ、海を置いちょってちゃ。出てくるまで。これ待ってた。大丈夫。座っていい。ついていく、教えて。教えついていい。うん、ついたいかん。え、通れん。
この辺にあるのは次のおすすめ動画です。この辺をしてね。バイバーイ。